ベレシートの実物大模型ベレシートは、イスラエルのスパーゼイルによって開発された月探査機。イスラエルエアロスペースインダストリーズの協力を得て、開発され、2019年2月22日に、ケープカナベラル空軍基地第48射施設から、ファルコン9ロケットによって打ち上げられた。ベレシートは2019年4月4日につき、周回軌道への投入に、成功。 ついで11日には月面着陸に挑むもエンジントラブルにより高度約149メートルで通信が途絶。機体はそのまま月面に衝突し着陸成功までは至らなかった。着陸こそ成功しなかったが月へ到達したベレシートは X プライズ財団が g l x p 後に新たに制定したムーンショット賞を獲得した。当初の名称はスパローだったがヘブライ語で 創世期を意味するベレシートに変更された。もともとは2014年4月に月面の晴れの海に着陸予定で当初は Google ググル,ルナー X プライズに参戦するために開発が進められていたものの、近日までに完成しなかった。Google ググル,ルナー X プライズでは着陸後、月面上で500メートル移動する項目があり、ロケットエンジンによる跳躍で移動することが検討されたが、 推進材の使用が多く、難易度が高いので移動しない仕様になった。無事に月面に難着陸すれば、アメリカ、ソビエト、中国に次いで4カ国目となる月面着陸の成功で、2017年6月にイスラエル宇宙局から750万 ILS の資金援助があったので純粋な民間資本によるものではないが、事実上国家が関与しない民間団体としては、 初の快挙となる予定であった。ありがとうございます。